タコ城は、千葉県、香取郡タコ町にあった、日本の城。栗山川中流のタコ地方は、かつて、仙田省に属し、鎌倉時代以降、千葉本州家の地盤であった。1455年の京都区の乱では、千葉本州家十六代千葉だねなお一族は、千葉城を追われ、タコ城と島城に逃れた。多古城には、種地下のこの千葉種のりが立てこもったが、すぐに原、晴らし、 幕張氏の連合軍が迫った。幕張ワリ根は、城を遠巻きにして、兵糧を止める、長期包囲の作戦をとった。牢城の兵は日に日に困窮し、逃亡する者が、相次ぎ、8月には、種の利以下20人余りになってしまったと言われている。種の利はついに降伏を申し出て、城外の阿弥陀堂に入り、念仏を唱えながら切腹した。また、 遺構として残る、うねぼりは、北条氏が拠点とする城郭に好んで用いられたもので、その勢力がこの地に及んでいた小さとして挙げられる。古城と、城山タコ城跡は、タコ台と呼ばれる、ニュータウン付近の高さ十数メートルの大地上にあり、南北約1000メートル、東西の幅は、最大のところで約400メートルである。南端部の古城と呼ばれているあたりには、遺構が残っている。 タコ大通りから案内板に従って700メートルほど細道を入ると空掘りの跡があり、タコ町教育委員会が建てた案内板がある。それ以外の大地上はタコ大バスターミナルや子供園などが建つなど開発が進んでいる。城の北部にも大小数格があったらしいが、はっきり残っていない。城の東北には千葉市の進行する妙見社を祀った小車があり、 鬼門に当たることから、城の守護神として祀られたものである。また、大地から霧通しを挟んで、町民が城山と呼んでいるところがある。東山約100メートル、幅20メールほどの小島のようなもので、元は前期の古城と呼ばれる、広い車に繋がっていたところである。この中にも、空堀や土類が複数残されている。ありがとうございます。